こんにちは、ポンスケです。今日はですね、カバンの中身を紹介したいと思います。まず私が使ってるのはこちら、ノースフェイスのカバンでございます。リュックがすごい好きで、結構やっぱ頑丈なやつが好きで、結構アウトドアのね、あのブランドを選んじゃいます。前はノースフェイスじゃなくて、使ってたから忘れちゃった。なんかちょうどいいサイズですね。でここにね、こんな感じでピンズつけてます。ピカチュウのピンズは東京で買ったやつ。なんかこれはマクドナルドのピンズはアメトイショップで買えました。あとね、そうクリープハイプのライブのグッズですね。これはつけてます。これね、かわいい。これはジュラシックワールドのね、去年公開した最新作のグッズが売ってて、それでね、まんまと買っちゃいました。なんだっけ、トリケラトプスだっけ。すごいね、癒しの顔してるんですよね。草食の恐竜が好きで。ってことでね、中身を開けていきたいと思います。まずこちら、お守りが入ってます。あとはこれ、ピカチュウのポーチなんですけど、中身はマスク、アルコール、あと絆創膏、ミンティア、白の香水。めっちゃこの匂いが好きで、ホワイトリリーの香水使ってます。すごい柔軟剤みたいなね、すごいいい香りがする。あと一応リップで取れちゃった時を、なんかマスク生活でもうあんまり使わなくなったんですけど、でもこれ韓国のリップで、リップもなんか赤リップとかオレンジリップとかが結構好きで、これはすごい良かったですね。スパークリングティント。ティントがね、あんまり色落ちしなくて、まあ好きで。しかもこのマスクつけてると、やっぱなんかこうマスクについちゃうじゃないですか。これはあんまりマスクにつかなくて、すごいいいです。あとこれ、絆創膏、やば。絆創膏祭りやん。こんな感じで、絆創膏、これちっちゃい絆創膏、これはほんまにいい絆創膏ですね。水はじく防水の絆創膏。そう、なんかめっちゃ手が切れる、赤切れとかしやすいんで絆創膏を持ってます。あとはこのピカチュウのハンドクリーム、また絆創膏。あとはなんか薬をね、胃薬、イブロキソニン、心配なんでしょうね、きっと。いろんなこといっぱい薬とか絆創膏とか入ってるな。あと財布はもう3年4年ぐらい前に雑貨で買ったやつをもうずっと使ってます。クマがね、好きなんですね。動物愛好家なので、なんか動物のものがあったら買っちゃいます。これが一番大事かな。ミッフィーの巾着、めっちゃ可愛い。このパステルカラーがなんか最近すごい好きで、こういう薄い色があると買ってしまいますね。まずマスク、またマスク、イヤホンね、ワイヤレスイヤホン。なんか音楽好きで、こっちの有線も持ってます。 iPhone にいつもついてるやつ。ワイヤレスイヤホンってめっちゃいいよね。なんか感動して、この曲をさ聴きながら、なんか手がさ塞がらないっていうのが良くて、音もまあまあいいじゃないですか。最近は結構ワイヤレス派なんですけど、充電し忘れてたりするとなんか意外とこう聴けない時があって、二刀流で行ってます。あと本ですね。いつも出かける時は大体本を持ってて、ないと不安ですよね、本ね。今これ2つ持ってますね。なんかこっちをメインで読んでるんですけど、気分転換用にこっちもみたいな感じでいつも持ってますね。
もう又吉さんのさ、この東京百景はめちゃめちゃ好きで何回も読んでるんですけど、なんかこう付箋とかドッグイヤーとかなんかいっぱい折ったりとかこんな感じでしてて何回も読んでるんですけど、めっちゃ好き好き好きって言ってたら、この間この視聴者の方に東京百景いただいちゃって、あと尾崎さんのこの尾崎世界観書店っていうのを今フェアでされてて、尾崎さんの人生を変えた10冊っていうなんかフェアがやってるらしいんですけど、それのしおりとこの太宰のしおりもいただいちゃいました。すごい嬉しかったです、ありがとうございます。本当にさ、この東京百景がめっちゃ良くて、文章が好きなんですよね。こういうなんか又吉さんみたいな文章、エッセイとかいつかね綴れればいいなっていうのをすごいいつも思ってて、すごい憧れなので、又吉さんね本当に大好きな方ですね。今私の中で太宰強化月間をしてるので、これは太宰の本です。今はこちらおとぎ草子を読んでおります。これめっちゃ面白い。なんか昔の本当におとぎ話、カチカチ山とか浦島太郎とか小太りじいさんとか、昔のねそう話を太宰がこう読み聞かせするみたいな感じで、太宰が本当にアレンジを加えてて太宰流のおとぎ話になってて、それがもうめっちゃやっぱ面白くて、特にね浦島太郎がめっちゃ好きで、浦島太郎の言葉もだし、案内してくれる竜宮城を案内してくれる亀の言葉がもうめっちゃ好きで、ああいうなんかねこうズバッて言うというか、すっぱい喋ってくれるねキャラ大好きなんですよ。だから本当にたまらなくて、ちょっとね口悪めなんだけど、それがさすごい的を得てるというかさ、言う言葉すべてがもうなんかもう名言、本当になんかもう付箋貼れたり、もうアンダーラインとかこう引きたくなる言葉が超出てきて、本当に中毒性あって面白いですよね。なんかどんどん読みたくなる文章だなってやっぱ思って、すごい今嬉しい太宰期間ねしてるんで、太宰の作品を今たくさん読めてるんで、すごい嬉しいなと思いながら読んでおります。あとこれね、友達からもらったモンスターボール、はい、ここに入れてますね。いつでもポケモンを捕まえられるように。私のカバンの中身はこんな感じでございました。どうだったかな、面白かったかな。今日はカバンの中身紹介でした。またねー。